はじめまして。フォンと申します。19歳です。5人から来ました。家族は4人です。父はベトナム軍隊です。母は英語の教師です。来月妹は中学校に入ります。今私はフォンドン大学の2年生です。日本語と文化を勉強しますから、日本が大好きです。私は ガイドになりたいです。それから大阪で働きたいです。日本語はとても難しいですが面白いです。私は一生懸命日本語を勉強します。よろしくお願いします。